2020年現在、世界最大のリチウムイオン電池は南カリフォルニアの電力網に接続されていて、2億5000万ワットの電力を供給できます。これは約25万世帯に電力を供給するのに十分な量です。しかし実際には世界最大の電池ではありません。この2つの湖が世界最大の電池なのです。ちょっと待ってください。2つの湖がどうやって電池になるのでしょうか。その質問に答えるためには電池を定義することが役立ちます。電池とは単にエネルギーを蓄え、要求に応じて放出するものです。携帯電話、ラップトップ、自動車を動かすリチウムイオン電池は1つの種類に過ぎません。リチウムイオン電池はエネルギーをリチウムイオンに蓄えます。エネルギーを放出するため、リチウムイオンは電子と離れ、電池のもう一方の極で低エネルギーの分子として再結合します。2つの湖はどうやってエネルギーを蓄え放出するのでしょうか。まず一方の湖は他方の湖よりも300メートル高いところにあります。低い方の湖から高い方の湖に数十億リットルの水を電動式ポンプで汲み上げます。こうして重力による位置エネルギーを水に持たせます。そして電力需要が高まった時にバルブを開け、水を下に流すことによって蓄えたエネルギーを放出し、30億ワットの電力を発電できる6個の巨大なタービンを10時間動かすことができます。今後はもっともっと大きな電池が必要になります。なぜなら現在世界を動かすのに必要な電力を作るために持続不可能な量の温室効果ガスを発生させているからです。年間140億トンにもなります。この数字を実質ゼロにまで下げる必要があります。しかし多くの再生可能エネルギー源は1日24時間週7日の稼働はできません。ですので、再生可能エネルギーに切り替えるには電気が必要になるまで蓄える方法が必要です。これは電力網規模の電池が必要なことを意味します。複数の都市の電力需要を賄える大きさの電池です。残念ながらこれまで紹介した2つの巨大な電池ではこの問題を解決することはできません。2つの湖を使う方法は特定の地形が必要で、かなりの土地を占有し、建設の先行投資が高くなります。一方、カリフォルニアにある巨大なリチウムイオン電池は確かに約25万世帯の電力需要を賄えますが、わずか1時間だけです。リチウムイオン電池は電力をあまり消費しないものには最適です。しかし大量のエネルギーを蓄えるには巨大で重くならざるを得ません。それが電気飛行機が適さない理由です。最高の電気飛行機でも1回の充電で2人を乗せておよそ 1000km 飛べるだけです。それ以上になると電池が重すぎて飛べないでしょう。標準的な商用ジェット機は1回の燃料補給で300人を乗せて 14000km 以上飛ぶことができます。またリチウムイオン電池は作るのに一定の重金属が必要です。この資源は限られており、採掘が環境破壊につながることがあります。世界中の発明家が私たちの必要性を満たす電池の製造という困難に立ち向かっています。多くは2つの湖より風変わりです。ある会社は超高層電池を作っています。日が差している時に太陽光エネルギーで動くクレーンでタワーの屋上にブロックを積み上げます。夜間にクレーンはブロックを重力に任せて落とし、その結果生じたエネルギーで発電機を回します。初期の失敗はありましたが、もう一つの有望な取り組みは塩を溶けるまで加熱することです。溶けた塩はそのままにしておき、電力の需要が高まった時に水を沸騰させるのに使います。その蒸気で発電用のタービンを回します。別の発想を、紙から作り、バクテリアで発電し、唾で活性化されるバイオ電池。バクテリアはブドウ糖を代謝させるとき、電子の形でエネルギーを放出します。そして少なくとも1種類のバクテリアは、その電子を細胞の外に移動させることができるので、電気の回路が形成されます。このバクテリアは一つの都市、それどころか一軒の家の電力ですら賄うことはできませんが、従来の電池が持つ廃棄や費用の懸念はありません。広大な山の湖から微細なバクテリアまで、重金属の不足を回避できる海水電池から新宇宙への飛行を可能にする原子力電池まで、私たちは電池がどのような形になるか常に考え続けています。思いもよらない次世代の電池が普段の景色の中に隠れていて発見され、持続可能な未来の実現に貢献することを待っているのかもしれません。私たちには地球を守るために必要なツールと知識があります。ed.ted.com/earthschoolにアクセスして、あなたやお住まいの地域が
現代の最も重要な問題にどのように貢献できるかを確認するとともに、すでに進行中の素晴らしいステップについて詳しく学びましょう。